はいですね、アイルランドの、ダブリンから近郊からだいたいどのくらいでしょうね。1時間ぐらい来たところの町のですね、ガソリンスタンド来てます。でガソリンスタンドということです。まあ日本にも、まあ世界各国にガソリンスタンドってあると思うんですけど、国によってね、ちょっと趣が違ってくるんですけどね、こんな感じですね。Low fuel prices always。 まあ英語が公用語なんでね、まあこのように英語で書かれてます。ディスカウントディールス、コンディションセンター、レイディッド。アンレイディッドがレギュラー、ディーゼルが、あれですか。でも、廃屋がないのかな、うん、まあ、こんな感じでね。で、基本的にそこに入れてからね、店内に、レジがあるんで、店内で、何番って言って払う感じですね。日本とちょっとやり方違う。まあ、日本と同じような、ここと同じようなところって日本にもあったりもするんですけどね。こんな感じです。